今回はちょっといつもと違う場所でやってますけどね、100時間かけた、カレーということですね。では、食べてみたいと思います。100時間をかけました。私は200時間をかけました。それはただの寝ぼすけだみたいなね、感じで突っ込まれてみますけども、まあ、これは100時間をかけた、カレーです。ではいただきます。まあ、本来はそんなにかけないと思うんですけども、他のカレーはね。でもこれはあえて100時間をかけて、ここに書いてありますけど、カレールの焼き上げの熟熱が23時間、そしてフォンの煮出しが30時間、野菜のソテー熟熱で44時間、ソースの煮込み寝かせ仕上げで16時間、牛肉の煮込み、これが3時間と。で、100時間以上かけて、まあ、神戸で作ったこだわりのカレーだと。で、化学調味料はここにある一切使っておりませんということですね。それはまたいいですね。そこまでしてこだわるのかっていうぐらいの、カレーです。もう、味わいとしては、確かに他のカレーとは一斉違いますな。なんだろう、こう、とろり感が、全然やっぱ違いますね。で、こう、なんていうのかな。明らかに、まあ他のね、出来上がってすぐ2、3日で食べるようなカレーとは違って、非常に、味がよりまろやかで、しかもよりこう甘さが増してる感じですね。で、辛さは、普段ちょっと抑えてる感じですけど、まあ、それでも、ピリッとくる辛さではありますね。で、まずここまで、100時間も経つとね、なんて言うんだろうな、非常に、まあ、ある意味チーズのような、ねっとり感というか、とろっとした感じがあって、で、非常に、美味しさはね、全然他のカレーとは比べ物にならないほど甘い。で、非常にじっくりとしてる。もう奥まで、こだわり出てますね。まあ本来ご家庭で100時間も寝かせられないですよね。そんなに寝てたら、カレー自体が傷んでしまいますから。これは、ちゃんとね、調理の許可を受けて、料理人が、プロの料理人が、一つ一つ、まあ、作ってると。でっかい鍋でね。で、それで作ってるから、まあ、非常に、これは、他のいろんなラーメン食べ、あ、ラーメンじゃん、いろんなカレーも食べたけども、群を抜いてやっぱりいいね、これは。この味わいが、非常に甘みが効いてていい。で、ここに例えばトッピングで目玉焼きを作って、まあ、それを入れたりすると、さらに美味しく、甘いですね。本来は他の具材終わったから入れるとね、あんまり染み込まないって感じなんですが、まあ、ここまで寝かしてあると、他の具材を後から追加しましたっつっても、まるでそこの、100時間の中に入ってるかのように、
じっくり寝かしたかのようにね、すぐこうとろけていくんですね。すぐこう染み込んでいくというか、それがまず驚きですよね。本来の他のものだったら、追加で卵作りましたっつったって、そんなにすぐは染み込んでいかないんだけど、これはもうすぐに染み込んでいくような感じですよ。だから非常に甘さと美味しさがいい。で、この牛肉も非常に柔らかい。やっぱ100時間も寝かせた、作り上げた牛カレーとなると、これ牛肉かってくらいの甘い柔らかいですね。本来牛肉ってちょっと硬かったりするんですが、それが全然ない。ものすごい柔らかい。で、まずこのものすごい柔らかさに、非常に驚くという印象を まず受けますね。それでいて、この甘みと美味しさが際立っていて、それがいい味だなというのをこうつくづく感じる、そういう味わいだなっていうふうにね。思います。ほんととろりとしてて、一度これ食べてしまうとな、また食べたくなんだよな。だから、こう一度こういうのを味わってしまいますと、普段食べるカレーが随分とこう程遠いような気がしちゃうんだよね。だから普段食べてるカレー、まあそうなるんだけど、普段食べてるカレーがでは物足りなくなってくる。やっぱり100時間かけたカレーの方がいいやっていうふうになると思います。でもまあ、これはカレーの中でもものすごいこだわって作ったカレーですから、まあ本来はね、そんな100時間もかけなくても、まあね、数分でとか1日とか2日おきで寝かせておけばそれでいいわけですよ。でもまあ、それ以上の上等なカレーを食べたいと思って、それこそプロの洋食店行って、プロのカレー屋さんに行ってカレーを食べましたっていうものを望みたいのであれば、もう100時間でも。もう200時間あるんだかしらないけど、まあ、その時間帯までじっくりと煮込んだやつを、これを食べた方がいいかなと思う。やっぱり本格的なレストランで食べる料理っていうのは、本当一味違いますね。ご家庭では食べられない、ご家庭の鍋の圧圧あのコンロの圧力とかでは味わえない、もうそういった料理を作れる、これがやっぱ素晴らしいなというふうに思います。どうもありがとうございました。